はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ゼータガンダム、ステージ4コロニーの落ちる日やっていきましょう。出会い、それは突然の出来事であった。私はフォー・ムラサメ。フォー・ムラサメ、難しい名前だな。仕方がないわ、施設でつけてくれたんだもの。あなたは？僕はカミーユ、カミーユ美団。カミーユか、優しい名前ね。そうかな自分の名前嫌いなのね。どうしてさ。顔に書いてあるわね。カミーユは私の名前好き？好きだよ、いい名前だ。私は嫌いよ。今の施設で4番目だったからフォーなの。ナンバーフォー。本当の名前は？わからないわ、私には昔の記憶がないのよ。知りたいんだ、昔のこと。それを探していたの。思い出なんてこれから作ればいいじゃないか。そうかしら。フォー・ムラサメ。カミーユが香港シティで出会い心を通わせた少女、ムラサメ研究所4番目の共感人間。記憶を奪われた悲しい実験体である。欠けた心の隙間を埋め合うかのように惹かれ合う2人であったが、彼女との出会いは悲しい運命を伴うのだった。私の記憶も取り戻せないというのに、今の記憶があって何になるの？フォー、君は戦っちゃいけない。フォー、別れた。僕はカミーユだ。私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。なら戦うのをやめるんだ。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。なら敵になるのはやめて、私に優しくしてよ。もういじめられたくないんだ。ガンダムを倒せば記憶を元に戻す、その言葉を信じてカミーユと敵対するフォー。一度は心を触れ合った恋人たちの戦いだが、戦いの中でフォーはカミーユの優しさに次第に自分の過去から解放されていった。過去の記憶よりも新しい思い出を求めてカミーユを空へと送り戻すため、フォーは激しい戦いの中アウド村に特攻をかけるスードリへと乗り込んだ。大型空中輸送機スードリにはシャトル用のブースターが備えられている。このブースターを利用すればカミーユを空へと返すことができる。しかし必死の思いでブースターを操作するフォーのもとへ、事態を察知したベン・ウッダーが迫っていた。私にはわかる、カミーユは私を空に連れて行ってくれる。カミーユ、スードリのブースターで空へ帰る。何をしている。ブースターは敵のとどめに使うんだ、触るな。カミーユ、これで空へ。貴様、作り物のニュータイプは頭をぶち抜かれても動くのか。フォー。恋人たちの儚い夢は空へと消えた。シンデレラの魔法が切れたフォーにカミーユの思いは届いたのであろうか。戦いの波はカミーユに悲しむマスラ与えず、容赦なく押し寄せる。そして再び空へ。戦いはまだ終わらない。
コロニーの落ちる日。4の話は普通に終わっちゃったね。特に戦いになることもなく。どこすぎやわね。宇宙ではめっちゃ機動力あったんだけど、今回はどうだろうね。なんか前の G ジェネシリーズではね、宇宙での戦いはどこすぎやめっちゃ役に立った気がします。ていうか昔はあれなんだよね、なんかそのモビルスーツ出撃するときに、なんていうの、その出撃カタパルトからしかね出れなかったんで、どこすぎや、まあ、見ればわかると思うんですけど、出撃カタパルトがねめっちゃいっぱいあるんですよ。昔の G ジェネはね、なんかそこら辺も結構ね忠実に再現されてて、出撃カタパルトからしか出撃できないっていう、だから先っちょにしか出撃カタパルトがないと先っちょからしか出撃できないんですよ。まあそれがね面倒ではあったんですけどね。時間に厳しい。天才って言うけど、シロクは IQ いくつなんだ。あれ、ジェリドっていつ宇宙に帰ったんだ。そういや、いつの間に宇宙にいるな。メタストかな、弱そうだな。おわ、囲まれている。エマはリックディアスか。そうか、もうマラサイからは乗り換えてんのか、新型。同ターン中にジェリオとマウアを撃破。なるほどね。そしてやっぱアーガマーの力も借りないといけないね。
あー、こっちで取り囲まれてるよ。急ごう。まだな、マーク2っていうのかな。もうここまで来ればゼータガンダムになるはずなんだけど、こいつらどうすればいいんだ。合流を優先させた方がいいのか。まあ、機動力はあるよね、さすがに。メタスも G ディフェンサーも。さすがに攻撃するのはな、ちょっと怖えからな。これはどうする。戦艦が反撃できるのか。 54%。 このままやらせるものですか。おお、よし、これで両方渡ればもう同ターン中に倒すのは楽だな。マーク2かい。新型だからって。その声はカミユか。うわっ、かわされた。3800しか当たらん。これはもう回避だな。私足手まといになんかならないわ。よしよしよし、かわせ。まさかこんなことになるなんて。おお、かわすね。さすがレコアさん。おお、いいね。いや、振り切ってるよ余裕で振り切ってるよ。ゼータガンダム来た。ていうか左に逃げた方が良かったのか。いや、でももうこいつら倒せそうだしな。そうすると一応一旦セーブしよう。あ、そうそうそう、セーブで思い出したけど前回のステージ3を終わらせた後にセーブするのを忘れて消しちゃったみたいで、さあやるかーって思ったらデータがなくて、あの中断データしかなくて、俺とか思って、よくよく考えたらなんかそういやセーブしないで消した気もすんなみたいな超間抜けなことしましたけど。そんなに焦らなくてもすぐ落としてあげればそうやすやすとやられるわけにはいかない。ギリギリだな。そうすると、まあ、別に同じターンで倒せばいいわけだから、レモで倒してもいいっちゃいいんだよね。ハイパーバズーカ、これ命中率が違うのかな。 65% に対して 69%、 若干違うけどもうほぼ変わんねえな。じゃあこっちのハイパーバズーカでいいや。よし、回避された。6000も食らうのかよ。さすがに強い。ビームライフルで確実にいくか。4100、ちょっと待って、4100は倒せない恐れがあるな。ハイパーバズーカ 65% か。やっぱりもう一回セーブしとくか。これで倒してチャンスステップで左に行きたいからな。やっぱりこれは機体性能の差か。お、クリティカルが出た。やった。これってさ、もしや回復しない出撃。そうだな、帰還させないと回復しないパターンだ。ということは帰還させよう。
て、こいつらはもうさっさと合流する。これさ、敵全員倒さないといけないんだね。これアポリ一人になりそうだけど大丈夫か。ゼータランダムの機動性を信じるか。これはビームライフルだけなんだ。これ回避だよな。怖い。4100、3発食らったら死ぬね。2発目食らったね。メタスって意外にヒットポイントあるね。行くぜ。よし、さすがゼータランダム。まあアポリもベテランパイロットだからね。ここはなんとかなりそうだな、正直。やばいやばいやばい、これ使ったら死ぬ。おお、よく避けてくれた。帰らないとね。で、艦砲射撃とメガディシコだったらどっちが命中率高いんだ。メガディシコの方が高いか。4600か。結構強いね、やっぱりマナサイも。そうするとここはやっぱりハイパーバーズーカで火力の高い、そこだ、攻撃でいかなくては。よし、でこいつ別に、そうだよね、どうしようかな。メタス意外に強い。カミユの後ろあたりにちょっとつけとくか。まだ大丈夫でしょう。でここはもう完全にあれ変形できねえし、倒すことを優先していこう。いやいいね、ウキウキだよゼータガンダム。ウェイブライダーにしかなれないけど、アポリーのエース伝説が始まる。あ、そうか、まだ神動けんのか。どうしようかな、ビームライフを確実に当てていこう。5300、ジョイ、3000当たるのか。それでも3発やったら死ぬぞこれ正直。よし、かわした。2発っていうかアーガーも狙ってきたし、取りつかれるとねどうにもならないんだよね。おお、結構減るね。じゃあちょっとこっちに行こう。合流して、超強気か。どうかな、いや、やっぱりん、こっちか。おびき寄せよ敵を。いやー、これもゼータガンダムのおかげだな、めっちゃ強えわ。エマを出すか。よし、OK。ちょっと危なかったけど、まあ、なんとかはなったな。5700。ゼータガンダムってどんだけ強いの ?260 マーク2 200か、やっぱ全然違うね。スーパークリティカルでもねマラサ一発で倒せないからな。さて、じゃあ紙入れで投入を刺しますか。
いやいや大丈夫神湯って、お前が大丈夫かよめちゃくちゃやられそうだったけど。新しいガンダム、地球ボケってなんだよまあその代わりマーク2が開くからね、ゼータに乗り換えるってことは。まあファでもねモビルスーツ操縦できるからね、そこまでモビルスーツを操縦するだけだったら難しくはないのかな。ジェルトのやつが泣きついてきたんですってフフ。戦術の天才バスクオム大佐、そうだったか、そんなに戦術に優れていたのか。ていうかさ、月にさコロニー落として大丈夫なの？確かさ月とさなんか地球の距離って変わるとまずいんじゃないの、その宇宙の法則的によくわかんないけど。作戦参謀って誰？月面のグラナダへのコロニー落とし。まあそれを言うだったらエマさんだってティターンズだったでしょう。それ疑われるよね。お、ラディッシュだ。
サイドフォール27番地。まあでもね、いつ気が変わるかわかんないもんすからね。おお、そりゃシーサーなんていたね。星ってどこなの？水、金、地、火、木だから火星の奥か。いやー、神はすごいね。鋭いよ本当に。コロニー射程内に捕捉。レコア3はメタスと。で、もうカミーユはゼータスね。でリックディアスはアポリと。コロニーのコースを変えるんだ。核パルスがあるはずだ。そいつを破壊しろ。数的にはね、ティタンツの方が多いからね。おお、いっぱいいるね。ここでヤザンが出てくるか。みんな潰してやるよ。いや、ヤザンはね、ほんと強いと思うんですよね。パイロット能力的に。
いいね、女性に守られるって。どこからでも来い。近づく奴はみんな灰にしてやる。これで終わりよ。こことここか。ラディッシュが先行してるね。核パルス戦陣を2機以上破壊、5体内に、2機以上破壊と。じゃあちょっと急ぐ必要があるか。あれもう1個前進むね。で一応ね、前回終わりにした時と似たような編成にはなってて、モビルスーツ枠が1個空いてるんでジョニー・ライデンを入れたという感じかな。ガーペラ・テトラとかも回にしてあるんで。で、こっちの舞台のミカミックスがネモに乗り換えた感じかな。なんでネモなのっていうところなんですけど、まあネモをね鍛えていきましょうと。開発プランが全然先が見えてないんで。ネモの火力でねどこまでいけるかだよね。一応ねオプションパーツで火力を上げてあるんだけど、1500当たらない。さすがにネモじゃきついか。ガーベラテトラ回を出すか。じゃあこっちはビームマシンガン弱っ。あとはもうパイロットの腕でなんとかするしかない。とかラディッシュで攻撃をすればよかった。これは進めていっていいかな。とかメタスが機動力すごいね。やっぱりハイミガランチャー持ってるのかな。あ持ってるねすでに。あれ地上でやられたのってロベルトだっけ。ロベルトが先にアスシマーにやられたんだっけ。その描写がなくいつの間にかいなくなってるけどね。何にも知らない人がやるとちょっと分かんないよねやっぱり。まあ、何にも知らない人がやると多分ロベルトの存在自体をね忘れてると思うんですけど、ロベルトはもうすでにいなくなってます。当たらなければどうということはない。反撃してコストパフォーマンス的にはどうなんだろうね。痛いけど大丈夫だ。硬いなネモ。なんでこんな硬いんだ。防御力鍛えてないのに。ミカミックスの防御の値が高いのか。モビルスーツの性能を限界以上に引き出してんな。じゃあまずはホワイトベースを進めて、ミサイルでいいかな。で、ネモで倒せるだけ倒そう。まあ一応帰還はさせたいんで2機倒したら帰るか。ネモとガンダムってどっちが強いんだ。普通のファーストガンダム同じくらいだな。ファーストガンダムってどれくらいだったっけ。攻撃力150とかだったらネモの方が強いよね。とりあえず量産型ゼータガンダムをまずなんとかしよう。メガビームライフルを持ってるっていうところがね。いややっぱネモなんかより全然強いわ。量産型ゼータガンダム。あれ量産型ゼータガンダムっていつ出てきたんだ。リガズイが量産型的なあれじゃなかったっけ。もうそこら辺よくわからんな。ガーベラテトラでも倒していくか。結
結局な戦艦の機動力だからな。マスターユニットがあんまり先行しすぎても、マスターユニットしか経験値が入らないからな。誰で行こうかな。ここでスピッターだな。あ、インコムって使わないんだ、マジックパワー。まあ、確かにね、オールドタイプでも使えるような感じだから、マジックパワーは使わないんだ。インコムの仕組みが未だによくわかんないんですよね。これどうやって動いてるんだっていう。まあ、ファンネルとかだったら、なんとなくそのノウハウを感じ取って自在に動かせるっていうのはわかるんですけど、インコムの軌道だけがいまいちわからん。どうやって動かしてるんだっていう。うわー、敵がいっぱいいるね。戦艦の中にモビルスーツを搭載しているのか。搭載してるわ普通に。こっちのサラミスはもう搭載してるか。ここは結構稼げそうだな、そうすると。ハマン様出すか。てかこれ急がないと結構まずい。もしやいいか。あ、そうだ、指揮範囲内にいないといけないから、ここら辺かな。レベル、どうしようかな。一回帰って進んで、で攻撃をして艦砲射撃で、でこっちの部隊を出すか。最悪アトミックバズーカでなんとかしよう。ジオングキックかましてみよう。あ、キック見たか。なんかスーパーイナズマキックみたいな感じだったっけ。私から逃げられると思っているのか。もらった。あ、そうだね。で、ラナーも出しておくか。ジムクエルジョニーライデン、やられたらやだな。で、こっちも進んでいこう。艦砲射撃は当たらない。対空攻撃か。ホワイトベースも頑張るよな。ネモのレベルを上げていこう。テンションが上がれば攻撃力は上がるからね。まあ、オプションパーツで鍛えてるだけあってそこそこの攻撃力は出るな。で、ここはどうしようかね。マスターピースレイヤーの部隊を出すか。マーク3殴っとこう。ゼータガンダム、これもまあ普通に殴っとくか。そろそろやばいね。で、遊具クロってレベル1なのか。まあ、確かにあんまりパーフェクトガンダムを鍛えようっていう気にはなれないからね。こいつらをどう扱っていいんだかよくわからんからな。ゼータは血を進めていくか。まあやっぱり自分ユニットがあっての前提だよね。こいつらだけじゃ絶対間に合わねえし。
14000反撃をしておこう。さあ出てこい出てこい。はい、これは回避しておこう。まあ防御しちゃったけどいいや。お、これはジムクエルか。まあいいや。ついでに反撃をしてもらおう。ファンネルはさすがにマジックパー使うからね。9500とか。いやー、ここはまたでも金がめちゃくちゃたまるな。こんだけモビルスーツがいると痛い。じゃあちょっと戦艦を破壊しに行くか。やっぱりこれはゼータガンダムだよね。スキルをどうしようかね、使おうかね。さてメガビームライフル大丈夫でしょう。さすがにピンポイントでやれば。抵抗すれば無駄死にするだけだってなんでわからないんだ。音的には出力でありそうだ。2万とか。バカな、なんだと、こんなことが。おお、一気に2レベル上がった。てか基礎攻撃力高いね。やっぱり量産型ゼータガンダム、いくら量産型とはいえみんなさちょっとレベルが上がってからニュータイプになるよね。開発プラン4レベルでゼータ量産型ダブル、あ、てか量産型100式回が作れる。どうしようかな。攻撃しよう。まずはミサイルで針をちょっとつっついて、でね、リックディアスもね作ったんだよね。1万か、どうだろうな。クレイバズーカピンポイントで倒せれば、まあそれでよし、倒せるね。クリアスがオール200なんだ。でここはジムクエルだな。こいつを鍛えていこう。久々のジョニー・ライデンだからね。1万いくらジムクエルとはいえギリギリだな。ちょっとね、進行の妨げになるから捕獲できるやつは捕獲しておこう。めっちゃまあこいつら。で、カクパルスエンジンを壊しちゃおう。まずはシャア、メガ粒子砲9700。これどんくらい経験値もらえるんだろう。一応今21だよね。くらい。151。 100ちょっとか。まあそりゃそうだよね、所詮はカクパルスエンジンだからな。ラベルが飛ぶな。全然レベル上がってないな。とりあえずゼータは連れてこう。で、やっぱりこいつらは邪魔だから捕獲しよう。
ててパーフェクトガンダムをショルダーキャノン。一応ちょっと量産型ゼータガンダムで倒しておくか。おりゃん。任務完了。核パルスエンジンが破壊されました。コロニーの進路が変わりつつあるようです。おお、また出てきた。戦闘だからね。いや別に出撃しなくていいっしょ。教えてもらうだけで操縦できるようになるの？やっぱりモビルスーツの操縦だけだったら簡単なのかな？単純だなこいつも。本当に女に弱いタイプだな。てか識別信号とか大丈夫か？どういうこともこういうこともないのよ。もうセリフがね、赤い段階で敵なんだよ、残念ながら。セリフの文字が、文字っていうか枠が、赤いやつは敵。覚えておけ、勝小林。アンノン。あれこれなんだ。てかめっちゃくちゃ敵がいるなこれ。ハイザックキャノン増加装甲みたいな。要はハイザックをめちゃくちゃ重装甲にしたよっていう、そういう感じだね。じゃあとりあえず前線はここら辺のラインでいいか。うわ変形してくるんだヤザン。さすがだヤザン、強え。加減なんざ期待すんじゃねえぞ。ぐおっ、さすがだ、強い。シンクの稲妻、ギャーやられる。1万1000あんのか。やっぱりマラサイとかここら辺の時代になってくると強いね。普通の量産型モビルスーツでも。いやまあこっちもねめちゃくちゃ強いけどね。おお、カミューが超一撃になった。この核パルスエンジンってやっぱ破壊しないといけないのかな。やだか。さてまだでもジムクエルはいけるな。一
回こいつをぶちかまして、で帰ろう。期間さあ、あとはアナベルガトー、ソーモンの枠ビームサーベルで大丈夫でしょう。で、順位ここに置いて、メガ粒子砲で、バルカン。バルカンってどんだけ当たるの ?3500 か。やっぱりね、エネルギー200は欲しいね。200って50上げなきゃいけないかな。先は長いな。これはこっちの5連装メガ粒子砲の方がいいかな。で問題はこいつらだよな。どうすっかな。まずはちょっと G04 動かして、メガビームランチャーで戦艦に援護してもらおう。でこのギャプランマジでどうしよう。ガンダムマックス3アムロで1回ビームキャノン、届かない、届かないっていうか射程が合わない。この2人でいいかな。よし、さすがだ。で、これはちょっとゼータで行きたいな。ハイメガランチャーか、74%。うらぁ、こいつ、強い。さあ、食いしばれ。お前のような奴は修正してやる。何？直撃。どうだ、参ったか。あ、そうか。一応ゲットゲージたまんのか。リッチビアスピストルにして、あーダメだ、援護できるやつがいない。じゃあビームガンを撃って、でピストル、ゼータガンダムはちょっとメガビームライフル単独でぶっ放して、いい感じだ。リックリアス減ってるのか。帰ろう。そしたらもうちょっと帰るか、一旦中止しかない。エネルギーが少なすぎる。ジオングもエネルギーなくなってきたな。いや、いい感じに減らせられるね、さすがに。グオ連携ってマジですか。一応これでいいか。シャアなら大丈夫でしょう。これで終わりよ、観念なさい。また邪魔をしに来たと言いたいが、隙は俺にある。まだ邪魔をするつもりなの。遅い、逃がさんよ。しまった。モビルスーツなんだからさ、
貯める必要あんの今のビーム砲って。このマラサイも反撃をしておこう。こいつらは余裕で来るね。さてさてさて、試作に行きはもういいでしょう。キベレ、あーこれイリアっぽいな。なんだこれ、ゲーマルクとかか。それでここに置いてアクティブカノンをぶっ放しまくればいいか。ああ、エネルギーが全然ない。よし、レベルアップ。で、ジオング返して、ドクも返して、で、ジムクエル。本当はね、ジムクエルとかで、ガブスでも倒したいんだけどね。ジョニーライデン11レベル。ここはちょっと神湯に任せよう。いくつだと4000か。普通のビームライフじゃダメかな。邪魔をするというのなら容赦はしないわよ。こいつ、貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。好きにさせるか。好きにはやらせない。やられてる割には強気の発言が多いな最近。どうしようかな。ゲットゲージ次第ではこいつら倒せばなんかゼータガンダム手に入れられそうだな。ゲットゲージ貯めていこうかな。ジェリド、貴様は許さん。うわ、フェダリンライフ強い。やっぱりちょっとちょっと待って、ガブスレ強いな普通に。ハイメガランチャー。ガンダム、俺はついてるぜ。ジェリド、お前なんかに。邪魔されるわけにはいかない。貴様、そうそう好きにはさせん。遅い。おお、よくかわした。よし、これは神湯で倒そう。で、ちょっと帰って一回。で、こっちにミサイル打ち込んで。ネモ、ネモの実力をなめるな。もう4レベルか、早いな。ちょっと待って。で、ちょっと開発プランを確認して。ネモ3とかあるんだ。ネロ5はなんだ。リゼルとかってどういう系統だったっけ。1万5000とかめっちゃ強えな。さすがにチューンアップしすぎたか。確かね、めっちゃつけたはずなんですよね、メモだから。オプションパーツ、出撃リミッター解除100と30ついてるから攻撃力だけは一丁前っていう。
よし、このまま行こう。あービームサーベル倒せるか。俺はこの手に全てをつかむ。貴様はここで消えろ。力のないものは死あるのみだ。何をやってんだ僕は。出てこなければやられなかったのに。貴様ちょっと残ったね。いやでもゼータガンダムの方がやっぱ強いな。うわ、ネモに対して攻撃を仕掛けてくるとは。そう、一応アビリティとかもね、射撃戦に特化させてるんで、まずそもそものね、ビームのライフの出力が上がってるのと、射程もね、1上がってるはずなんですよ。そしてミカミックスのね、パイロット能力がめっちゃ高いっていう。右側はこいつに任せよう。で、左側の敵はカミーユで倒すか。で、一回さすがに帰還してさらばだっけよ。これ以上抵抗するのなら容赦はしない。落ちろ。しまった。ジェリドをやらせはしない。マザー、守ってみせるって言ったろ。マザー、絶対爆発に巻き込まれてるよ。てかジェリド、あなたは決して負けはしないわ。あなたは世界を正しい方向に持っていくことができる。生き延びること、戦うこと、あなたにとって今はそれが正しい。マウアー、お前までいなくなっちまうなんて。マウアー、マウアーって聞こえた。カミユ、なんでいつも。うわ、楽には殺さん。お前は俺がなぶり殺してやる。おい、しかも行動が終わってしまった。マジか。仕方がない、とりあえず減らせるだけ減らしておこう。 59%。そんなんで俺にちょっかい出そうってかよ。いや、ちょっかい出しとかないと。もう一回ちょっかい出しとこう。いやー、イベントが起きたのはさ、いいけどさ、まさかこんな完全回復してさらにカミーユの行動が終わってしまうなんて。さてさてさて、どうしようかね。そうすると核パルスエンジンみたいなのっていうか、こいつ破壊しないと。アトミックバズーカ食らえ。志すら持たぬ輩に止められると思うな。ジオンの輝かしき未来のために落ちろ。しまった、倒せなかったか。この俺に挑んでくるとはいい度胸だ。遅いわ。ではではでは、ジムクエルって今どういう状態だっけ。もう1レベル上げたいな。さすがに大丈夫でしょう。
これで一応全部は見れるな。マーク2はね5レベルにならないとダメだけど、ヘイズルか、これ何なのヘイズルって。まあとりあえず一旦帰還しよう。でここら辺のやつらはもうみんなゼータで倒すから右半分だな。このカクパルスエンジンをディープストライカーで倒すか。でっか、手法方針ユニット。すげえな、ディープストライカーって。経験値124か。ブルディスティニー、まあこれは支援入れればどうにかなるでしょう。ってかさ、エネルギー消費激しそう。もう半分減ってるよリックディアス、リックディアスとブルーディスティニーで倒せるか、ガルバルディを。いやまあディープストライカー入れりゃいいんだけどさ、倒せるね、結構ギリだな。だが倒せるっていうことが分かれば基本的にダメージは変動しないからな。よしよしよし、じゃあこの2人は帰るか。あディープストライカー置いときゃなんとかなるっしょ。おうおうおお、しかしビームサーベルよりはビームライフの方が強いからね。神優、俺の手で殺してやるってよ。まるで違う、こいつはジェリドか。一定4000ない、ここ回避された。マジかよ、しかも狙ってくるんか。こいつそんなに死にたいのかよ。このマラサイはパクるマラサイだから食らうね。おお、ソロモンの遊びにここまで当ててくるとは。ガルバルディ出してきたわけじゃない。あ、反撃しときゃよかった。こいつは反撃できねえし。このガルバルディベータ何、誰、あっちから出てきたやつ。違う違う違う、っていうかまずい、2号機が。やはり機動力がないか。まずはジェリドを倒さないといけないからセーブをして確実に倒す。でもここでゼータガンダム登録できればめちゃくちゃでかいな。80じゃなくて60か。ふう、ひとまずなんとかなった。よしよしよし、やばい、エネルギー不足になってきた。その代わり、これって確かさ回復できたよね、エネルギーチャージ。おお、いいね、これでだいぶ楽になったな。またヒットポイントは少ないけど、そこからのヒットポイント回復も使いたいね。
そんなもんなかった。ということはだよ、こいつを出して BM マシンガンで倒せるやつはいないか。いやいやいや、戦艦を入れればいいんだ。戦艦と一緒にビームマシンガンでこいつを落とす。でそこからスキルで回復系がないね。回復系ないんだ。そうするとしょうがない。ちょっとスウェーを使っておくか。大丈夫だと思うんだけどね。一ターンっていうのが欲しいね。一回だけじゃなくて。で、チベは破壊しよう。ハマンさんも一回出すか。で、パンで。おら。痛い。さて、そこから通り過ぎた。インコムでいいかな。どうせマジックパワー使わないんだったら。でやべえ、ゲットゲージ足りねえかもしんねえな。これここのやつらてかアレキサンドリアをゼータで倒す必要があるかもしれない、このままでは。で、カクパルス先人って別に残しとけば大丈夫だよね。ディープストライカーの更新ユニット、ここで引いたら負ける、前に出るんだ。やっぱうまくこういうでっかいモビルアーマーを似合うね。化け物か。試作3号機に乗ってたイメージがあるから。バカな、この俺がこんなところで。さて消えるか。じゃあ一応このガルバルディどっちかは残しておくか。じゃあこんなもんかな。これは回避をして、このガルバルディはじゃあ反撃をして、左のガルバルディを取っておくか。こっちで一回回避で、こいつは反撃と。あれ出てきた、アレキサンドリア。あれアレキサンドリアもともと積んでないのか。ってことは大丈夫か。ちょっと不安になってきたな。白旗上げてるモビルスーツも多分大丈夫は大丈夫だよね。経験値はね確か減ると思うんだけどね、手に入るはずなんで。これここまで来てさ、ゲットゲージたまらないとか、それは悲しすぎるぞ。まあ、白旗を全機倒せばなんとかなると思うから、まずアレキサンドリアを倒してどれだけ溜まるかだな。ちょっとガビラテトラで減らすか。ギリギリ当たるって感じだな。8700か。ちょっとハマーン様一発で投げとこう。よし、これでハイミガランチャーのピンポイントを当てれば、まあ大丈夫でしょう。一時撤退する。数値的なものがないからマジで分からん。回復できるやつないよね。全部引っ込むんちゃうもんな。あ、エネルギーチャージあった、持ってくか。ちょっとこっちの白旗軍団を倒そう。神湯で
紙に入ってる？あ、入ってんね。あ、そうだ、できねえんだ。通り過ぎちゃうわ。いるだけでマジックパワーが減ってくから帰って、そこからスキルでエネルギーチャージ、めっちゃ役立つなこれ。あれ？てかさ、カミーユあれか、戦艦に所属してるから戦艦に入れないとエネルギー回復しねえんだ。そういうことか。ちょっとこの対空射撃で減らそう。なるべく節約していかないと。そうするとどれがいいんだ。ハイメガランチャーちょっとエネルギー使いすぎたら、キングライフルだな。キングライフルで6400とか当たるかな。超一撃だからね。けどグレネードランチャーか。ほら1万。あ、溜まってる溜まってる。よしよしよし、白旗軍団倒せばたまりそうだね。そうするとどれ、アーガマだよね所属は。もうだってエネルギーチャージがないからな。ここはちょっと最優先でゼータガンダムのゲットゲージを上げていく。ここまでやったんだからマジで。1万いくつだったっけ。1万500とか多分当たるよね。よしよしよし、あれ今ゲットゲージ上がったこいつはゲットゲージ上がんないとか。あ、上がってるわちょっと上がってんね、ちょっと。いや、アーガマ遠い、マジ遠い。もうこれが続くのか。マラサイは11000、ちょっと怖いからな。攻撃当てておこう。でもうなんでこんな苦労してんだよ本当に。あ、倒せなかったね、危なかった。で、あの変な、このザクが結構ゲットゲージくれるから、その前に戦艦をよこさなくては。先にこっちを倒してメドをつけよう。捕獲したいからね、あのごっついザクは。ごっついハイザクは24ってことはあと1回しか打てねえじゃん。あ、もう先にやったな。ベイブライダーに変形して戦艦に起動させよう。これでどうだー間に合わなかった見積もりが甘かったしょうがない。コロニーがなんとかグラナダへの直撃だけは避けられたようね。でもこんな作戦を思いつくティターンズって。彼らにとっては地球も空もみんな同じなんだわ。だから平気で破壊できる。だからこんな戦い僕たちが早く終わらせなきゃならないんです。これ以上の不幸を許しちゃいけないんです。絶対に。いや、カミーユがさあ、これうちのカミーユか。無才カイトチベ
サラ勝つジェリド。いやー、だいぶ無駄になったな、経験値とかお金とか。リック・ディアスのレッドカラーがここで作れるんだ。なるほどなるほど。ヘイズルを先に作るかね。じゃあこいつはもうずっとこれでいくからね、そもそも。リス・リッターはまたか。ネモ、さあネモはどうしようかね。時間が作れんのか。ネモ3ってネロ、ジム2から、いや待って待って待って、ネロにしよう、なんとなく。おお、全然わからん、先が見えん。リックディアス、レッドカラー、ちょっと待って、あ、これスツルムディアスか、同じかと思ったら。レッドカラーはあっちから作ればいいから、あと4だな、気になるね4も。開発のこいつはこれでいい、レベルが上がってない。でゼータガンダム、ゼータガンダムは普通にゼータガンダムにするか。百式もな、いいんだけどな、普通にゼータガンダムを作っていこう。よし、さてそこから設計。あ、そうだそうだ、これ前回やったけど記録されてなかったね。まあこんなもんか。はい、というところで結局ねゼータガンダムが生産登録できなかったんで、まあ普通にゼータガンダムを作りましたけどちょっとショックだな。というところで、じゃあゼータガンダムの第4話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。